はようございます。おはようございます。皆さん、10期のやつ見てくれましたか？今のところ5人なんですけど、公開されてるのは。また今日から、今日もね、また更新されていくと思います。そうなんですよ。もうね、現時点で同い年の子が2人もいて、10期の動画見たら、そう、このもんちゃんもいて、ちひろって名前やったんやって思って、かわいいって思って、あゆみちゃんの子も、かわいい、かわいい、いやあゆみちゃんの子のもんちゃんなんや。兵庫県多いねえ、思った、なんか、あ、兵庫県思って、そう、同級生、まだギリ、あ、そう、まだギリ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 。本当にギリギリなんです。みんな4月生まれと10月生まれやったんで、あゆみはギリセーフでした。だからもう11月3日以降、3日以降に生まれた、もしくは12月1、2、3月生まれの子はもうみんなあやみより下になっちゃいますね。ちょっと、あ、全部で何人、そうよな、全員で何人ぐらいになるんやろうな、分かんない。あやみたちもほんまに何も知らんくて、仕事も出ます、今日も頑張ろうね、頑張ってください、頑張ってね。 TikTok 見たよの、見たよ、浴衣で花火できたみたいだね。そう、昨日した約束でね、夜に寝るの待ってたら結構遅くなっちゃったけど、15って書いてるメディアと10って書いてるメディアがあった。あら、どっち、でも15とかじゃない、5人で発表してくんやったら、そんな一気に、もし仮に10人やったとしても、そんな一気にボンボンって終わるかな。もうちょっと会ってほしいけど、
見失った憧れか。なんか撮るとき苦しく、撮るときはね結構緩めにしたのよ、もう、うん、一瞬やし、だから昨日はあんまり苦しくなかった。一昨日はほんまにずっとね、ずっと着てたっていうのもあってあれやったけど、ちょっときつめだったとこもあるし、今日は曇り、あー曇りか、まあでもまあ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 今日の朝ごはんはダブルメロンクリームパンにしました。はクリーム何もないです。いいですね、美味しそう。5人の中には見えただけで1人2人いましたね。そう、17歳17歳16歳13歳と14歳、か分かりました。13と14やけど、あの13の子は10月生まれなだけやったんで、そうあやみと同じやね、あやみと同じ代、あやみと、そう2人はあやみだしと同じ代やった、うん、1人はもう14歳になってたけど、1人はまだ13、あやみと同じ感じやったの子がいた。最初さ、ほんまにさ漢字初めて見た時ちょっと難しい子、難しいとかさ、なんて言えばいいんやろうって子多くてさ、苦戦してた。選手力、それこそ選手力が決まってしまいました。あ、もう発表されました。そうなんですよ、このまま中心状態からダブル千尋の高低差かなり久しぶり。マジで、え、だってあれですよ、このまま160何歩ぐらいあるやんの、もう結構高めやんの。あやみと10センチ差ぐらいはあるんよね、もうケーキも勝手に食べてケーキならいけるよな。ケーキみんなでね、漢字見た時ナンバーだとしたら千尋が目についちゃうね、メンバーと同じような名前のね。あのさ、彩りのさ名前をさ、ががか彩りのな感じがついてる子もおったのなんだっけ、でも彩りなんかいろはみたいな名前やった、可愛かった、それでいろはって呼ぶやと思って、まああやみさ、その感じといえばあやっていうなんか認識で、あやとか、あとはまあさやかさんもそうやけど、さやかとかそういう認識おったから、いいって読むんやって思って、すげえって思って、いろはとかバーリーかわいい名前やん、いろはちゃん、同じく動画、あ、同じく読み方分からなくて、動画、あ、そう、その動画で、あの、10期生、な、あの、なんとかですって言ってるから、それ聞いて、え、色かみたいな、ずっと、みたいな感じで、そう、千尋さんは、あの、すぐ分かるよね、もう、もう、千尋さんも言い張るし、すぐ分かる。あとは、え、なんて言うっけな、
子供ちゃん公式ニックネームじゃなくてずっと子供ちゃんって言ってそうなの、なんかもう子供ちゃんって感じになってんねんな。ダメもそうやったか、ニヤマルやったかな、あ、そうそうそれそれ、そのキネイロハちゃんね、初見は本当に読めなかった。初対面いつなんやろな、ほんまに。え、それもなんかあやあやなんとかかなって思ったけど、まさかのいろはでした。かわいいね、いろはって名前いいよね。うちのね横にもいろはいます。漢字は違うけどね。あやかくとさもうやばいな、ちひろさんも二人いはるし、あやかさんも二人いはる。いけらてんのもてんの、確かにそれはてんちゃんもな、てんちゃんとは読めんし、あのまあでも最近はもうめっちゃ売ってるから出てくるようにはなったけど、最初の方てんちゃんの名前打つとき全然漢字出てこなくて。それもこよりもやな、こよりもやし、リオピもやわ、リオピもなしにおうって書いてるもん、もうリオじゃ出てこへんねんな。あとはレイオーとかレイナーとかもいろんな感じあるから、レイやから結構ね大変よ探すの。まあ今はもう二人出てくるようになった。あやみはね、わかんない、自分の名前から出てくるけど、普通なんか初めての携帯であやみって打った時は色の上に美しいがね先に出てくるのよ。そうもう。そう、ミーがね結構打たないと出てこへんのよ。でもあやみの名前がそう、キヌがさあやみとかもあやみって言ったらキヌって言ったらもうフルネーム出てくるようになってるけど、あそうケイトさんとかミカナさんもね、そうやね、希望に依存に音って書いて、だ望み叶うって書いてる。みかなさんとかあやみはでもなだいぶな変換しやすい方ではあるよな。だってあやみって打って最初に美し出てくるけど、ちょっとしたら普通に彩る実るも出てくるから、うん結構やりやすい方。そうあの岩波優香ちゃんは最初マジで分からなくて、え ゆうって呼ぶんって思って、てかそもそも漢字が分からんかった、その分からんくて、そもそもの漢字の読み方が分かんなくて困惑してた。さあとかさあとかみーとかみーとか、あーそう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 、え誰がこっちのさやったっけ、誰がこっちのさやったっけってなるもん。さやきちゃんとかりささんがねそのさあもね、キヨもキヨも出て、あキヨも出てこへんな、出てこないわ。ちのミサって人だった、あやみやん、ミヤヤやん、それは公式おしゃべり公式ファニーさん、ゆずか、あさみもさなんかゆずみたいな感じやから、ゆず髪的な、なんかそんな、なんか感じかなと思って、でもゆうかゆずかかなと思って、ちゃんと漢字覚えてコメントしないと笹岡警察に、お前笹岡漢字警察に捕まえて、結局単語とそうなんよな、もううん、あ私アミも出てこんわ、うん、あ最初の方出てこんかったけど、もアミはねアミって言ったらユーザー時点で宮本アミと宮本アミちゃんの2つが出てくるようにしてるから
そうね、そうそう、産後登録なのよね一番は。関東の方にはナンバー読め、あ、ナンバー読めないんだ。いや、今最初の読めへんかったわ、あんまナンバー行ってなかった時。じゃあさ、関西民もさ、東京、関東か、関東の読めへん地形じゃないわ地名とかあるんかな。あと10日、すごい。156日、いや違う、155日か。あ、読めんやつ来た、読めんやつ来たほんまに読めんやつ来たわ。5人半にいた。地名はあって字が多いから北海道とか読めないの。あ、そうなんや。あのさ、大阪って何はとかも読めへんかったみ最初。え、そうなん、簡単なんこれ。あやみが多分東京の地名を知らなさす、東京ちゃう、関東の地名を知らなさすぎるだけか。じゃあごはんた、ごはんたやばいな、なんなんこれ。あ、でもみさえちゃんとさ、結構前か、みさえちゃん結構前にみさえちゃんとさ配信してした時にさ、綺麗売り割りを覚えてごたんだ、へえ、ごたんだっていうんや。たんとか読まんやろ、はんは運会社だけ。マジで面白いね。ご飯だ、ご飯だよ。大阪の水井とか読めない。あー、なんでこの感じやねんって思う時もあるよな、たまにな、いろんなもの。タンって読むんや。え、ハン、ああ、当てたか、その感じ。初耳だわ、すご。放出、放出あ、そ、地名であんの、ほんまに。ただの漢字テストをさせられてるのかと思ったあ、一旦もめんや、うわ、タンって読む、びっくりよ、ごまちゃみも。いったんもめん見てる、知ってるわ、いったんもめん。鼻てん、鼻てん、鼻てん。放出やのに鼻てんの、鼻てへんって。よし、野岬先輩はこの字の岬はいないって言ってたら、同じ字の坂田さんが入ってきてびっくりした。確かにあまりな、その岬って見ないかもしれない。千葉や赤坂村はね、まあ大阪ですね。重曹もまあ大阪ですね重曹はね、もうね、もう大阪、大阪系はわかるのか、いや、どうなる。そう、でも千葉や赤坂村はね、大阪、小学校の時に大阪のこと勉強した時に村と町を覚えさせられたんですね。その3つ、村と町は大阪に3つしかないよみたいなのを教えてもらって、関東民からすると重曹とか読めなかったりする。あ、でも最初は13って言ってたあ、これ13やんって思って、ただの13じゃんって思って。村町、じゃあ草加村、伊勢町、あと1個忘れた
そうそう、誕生日もうかしら、しらしら。来まーす。来ますよ。あら、あい、あたたた、来まーす。13位むいじょさんありがとうございます。12位おでん屋さんありがとうございます。11位風呂敷さんありがとうございます。10位こうえいさんありがとうございます。9位たかまささんありがとうございます。8位なやさんありがとうございます。7位じょうさんありがとうございます。6位かさかさかささんありがとうございます。5位たつにやさんありがとうございます。4位みかんやさんありがとうございます。3位きびだんごさんありがとうございます。2位みおちよしの力持ちさんありがとうございます。そして1位は野原しのすけのすけさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さっきまでさ、重曹のさ話してたからさ、13位は重曹位って一緒ね。ちょっと淀川の13番目の橋やったから重曹。はーい、そんなら13でいいのにね。重曹位、重曹位はもう別のものやん。わ、この猫うまくかけてない、かけてたのに。バイバイ。はい、今日は9日、火曜日。間違いではないよな。そうなのよね。のすけ。はい、ちょっと書き方を見せたけど。あら、かわいい猫ちゃん。お魚くわえてる。くわえてはないか。持ってる。結構リアルな魚。目バツにしとこ。尻尾をかけなきゃ。あ、ふわふわ系の尻尾の猫たんだ。1位は野原しんのすけのすきさんでした。ありがとうございます。パチ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 、はい、ありがとうございました。ちょっと近づこう。はい、ありがとうございました。はい、明日のね、配信も7時からなのでよろしくお願いします。はい、今日も学校帰ってきた。あ、そうですね、もう今日も更新されるので見ます。はい、ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。バイ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 。